お茶爆ありがとうございます。皆さんこんにちは、ワード監督です。今日は2019年2月の1日0時34分です。2月初めての枠です。皆さんよろしくお願いします。ツイキャスのボタンさん、お茶爆50ありがとうございます。ありがとう、ありがとね、ありがとうございます。まあなんかね、すごい狐枠ああだこうだ書く人多かったかな。なんか荒れてたね。はい、お疲れっす。狂犬リクさん、ありがとう。お疲れ様です。帰ってきた、帰ってきた。はい、銀魚姫は一つ。ああ、いえいえ、お気持ちがありがたいっす。ありがとうございます。まあ生きててよかったよ。まあまあ生きてることが分かったらいいよ。いろいろ辛いだろうし、苦しいだろうし、生きてりゃなんとかなるよ。死んだら終わりだけどね。生きてりゃいいこともあるよ。辛いこともたくさんあるけどね。
乗り越えてほしいね。乗り越えてほしいな、辰彦には。腐らないでほしいね、あとね。生きてりゃいいことあるって。悪いことばかりじゃないよ。あ、お茶パクありがとまあね、死にたくなることって誰しもあるからな。でも死んだら終わりだからな、そこでな。ねえ、ここにいる人だって人生で一回ぐらいね、死にてえって思うことあると思うんだけど、これは自分で自分の命をこう捨てるっていうのはやっちゃいけないことだと思うからさ。どんなに苦しくてもやっぱ生きるべきだと思うね。
いやー怖いよ。死ぬのは怖いよ、誰しもが。ボンカレーは置いてきてないかな。ボンカレーは特に置いてきてないっすね。いや、あのね、買ったのはね、なんだっけ、ランさんだから、俺は飲み物置いてきたね。買ったのはランさんだから分かんない。ランさんが何買ったのか。とにかく、腹減ってる時は変なこと考えるから、飯食ってほしいってランさんが言ってて、じゃあドアノブに引っ掛けていきますかって言って。で、手紙と、便所さんが手紙書いて、俺がお茶、引っ掛けて、ランさんが、食事を引っ掛けて、で、便所さんが手紙書いてって。で、それでパーッと帰ったね。腹いっぱいになったらね、腹減ってる時にやっぱり悪いこと考えるって。ランさんの気持ちだよね、だから。ランさんが食い物いっぱい買ってたよ。カップラーメンとか。まあ、ボンカレー買ってるかもしんないし、わかんないけど。まあ、腹減ってんだろう、つって。そうそうそう。いや、だって本人が会いたくないって言うから、ドアノブに引っ掛けてさ。まあいいことあるよ。もともとうちのリスナーで、達彦は、よくコメント書いてて。で、ステゴロワンの時に、リスナーだったんだけど、格闘技僕やってるんで、格闘技教えますよって言って、初めて会ったの。で、ステゴロ2出たいって言ったから、配信者になりなよって言って。っていう、そういう付き合いだね。で、バブー達彦って名前も俺がコテハンつけてるし。あ、お疲れ様です。いらっしゃい。悠々とも飯食ったし、達彦とも飯食ったし。まあ、達彦は迷惑だっつったら、あれなんだろうけど。おいっすー、ありがとう。知らんけどから、今月一発目の花火いただきました。知らんけどさん、花火ありがとう。一発目です。2月一発目の花火ありがとうございます。ありがとう。おはよう。
今起きたの？ありがとうございます。記念すべき一発目は知らんけどさんです。ありがとうございます。うん、おやすみ。また来てね、狂犬さん。ありがとう。ちょ、水道水汲んでくるわ。西新宿の天然水持ってくるね。ああ、ありがとうございます。誰だろう。ありがとう、グレート花火ありがとうございます。匿名さん、グレート花火ありがとうございます。ありがとうございます。5発もいただきました。ありがとう、久しぶりに見た。来てくれてありがとう。サンキュー、ありがとうございます。わあ、たくさんいただいちゃった。ありがとうございます。おお、ありがとうございます。アナル痛い、なぜそれを俺に。はいはい、アナル痛い、わかりました。はい、胸板はね、熱くなってないと思うよ。むしろ腹が引っ込んだかな、うん、ウエストがだいぶ細くなったね。痩せてきた。乗っかってた腹がなくなったね、胸板はもともと熱かったんだよね、骨格は、なんで笑うの？お腹引っ込んだでしょ。なんで笑うの？なんか変だった。だいぶ痩せたよ。なんで笑うの？変。ていうか唇が切れた。痛い。乾燥で唇が割れてる。3キロぐらい多分痩せてるんじゃないかな。3キロは痩せてると思うよ。65キロまで絞るけどね、体重。キレッキレの和道さんになる。キレッキレの。風船ありがとう。
あれつかないな。なんだ。ありがとう、風船ありがとう。ああ、ありがとうございます。花火ありがとう。花火ありがとうございます。うん、お疲れ様でした。まあ、無事でよかったよ。本当に。ありがとうございます。匿名さんから花火いただきました。ありがとう。辰彦生きてたよ。サボちゃんはどつ。安心した。うん。まあ、減ってるのは減ってるんだろうけど。前から減ってて、辰は。よかったよ。生きてて。生きてりゃいいことあるよ。いいことばかりじゃないけど。辛いけど、乗り越えてほしいかな。あいつ優しいからさ。腐らないでほしい、うん、分かるよ。俺もあの死にたくなったこともあるしさ、いろいろうまくいかないこともあるし、でもね、腐っても腐ったままじゃしょうがないからさ、クズでいいんだよ、かっこ悪くていいんだよ、みすぼらしくていいんだよ。でもなんだろう、腐ったらダメだよね。俺はね、そのゆうゆうに DV してる件は知らないんだよね。ああ、心さんありがとう。コロロさんか。心さんありがとう。和道と申します。よろしくお願いします。うん、一回失った命は二度と返ってこないからね。どんなに後悔しようが、どんなにわめこうが、どんなに泣き叫ぼうが、絶対に返ってこない。どんだけやっても帰ってこない。一回きりだからさ。生きねばだよ。生きねば。俺らが生きてる今日は誰かが生きたかった明日だからね。楽しめばいい。いいことばかりじゃないけど、悪いことばかりでもない。まあ、こんなにぶったたかれるとは思わなかったけど嫌われてんだな。フルボッコにされたよ、さっききつね枠で。嫌われてんだな。便所さんは叩かれないもんね。悲しいよね、うん。ああ、先月もう生活カツカツでさ、あの俺日当1万円を目標に活動してるのね。サボちゃん、花火20発が黒字か赤字かのラインなんだけど、先月は4日間だけだった。1万円超えたの、収入が。もう本当に生活やばいから、一応その日の20発、そのやっぱ時給1000円ぐらい稼ぎたいじゃん、配信やってて。もう時給1000円どころの話じゃないから、もうやばい本当に。まあまあまあ、だから目標花火は書こうかなとか思って、うん。生活が成り立たなくなってきた。もうオワコンだよな、だから。アグリン、お疲れ。サムネ変えたね。うん。だから1日20発は書いておこうと思って。まあ自分の口からは言わないけどさ、やっぱり表示しないと生活の基盤が成り立たないから、さすがに1ヶ月やってて2000円とか1000円とかさ、じゃあ延長料金700円かかるわけよ、ふわっち。で、収入が1000円、2000円とかだったら、日当1000円とかだから、さすがにさ、常時100人、200人見てて、やっぱりきついよ。
生活あるからさ。世の中甘くないね。そうだね。もうカツカツだね。まあまあこのままもうやばいなっていうのは去年末の半年間そうだったから、まあしょうがないよね。人気がないっていうのはそう受け入れないとね。一日一発二発じゃねえ生活できないもんな。ありがとうバカ、ありがとう。まあ、そんな感じよ。まあね、一日ね1万稼いだら全然生活はできるからさ、それ目標にまた頑張っていこうっていう。とりあえず食わないとね、食ってかないとね。なんかさ、アグリンさ、シーナリンゴの PV 見てたらアグリン似てない？シーナリンゴ。だからメイク変えたらシーナリンゴになるんじゃないかと思ってんだよね。そう、最近ふわっち開いてないんだけど、キャスの内訳ってどんなの？キャスは、花火でな、7割還元だから、1000円でお茶爆100じゃん。俺に700円入ってくるかな。7割だね。ふわっちは半分だけど、こっちが、キャス側は7割入ってくる。いやー、ひどかったね、1月ね。ワースト記録だね。ふわっち始めてから、月収、もう本当にやばいっていうぐらいだったね。もう本当に、1万円を超えた日が31日間で4日間で。で、放送時間は210時間やってたから、210時間割る31って何時間だ ?30、210時間。ありがとう！匿名さん、お茶爆ありがとうございます。匿名さんからお茶爆50です。助かります。ありがとうございます。助かります。ありがとう。210時間。わー、サボちゃんもありがとう。お茶爆50ありがとう、サボちゃん。サボちゃんからお茶爆50いただきました。ありがとうございます。頑張ります、踏ん張ります。210時間やって割る31日稼働はまあまあ7時間ぐらいやってんのか。1日7時間配信やって7000、うわー、ありがとう、サボちゃんからお茶爆502発目です。ありがとうございます。ありがとう。これお茶爆のこれも作りたいね。お茶爆用のこれ作りたい。ありがとうございます。そう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 、そんな感じかな。うん、だからまあ一日最低でも7000円とか稼ぎたいから。 ありがとう。お茶爆だとなんぼもらえる。お茶爆50は350円、お茶爆50は350円、お茶爆100は700円入ってきます。サボちゃんからお茶爆50 3発目ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。お茶爆は50は500円で買ってんの、サボちゃんは。俺に350円入ってくる。お茶爆用も作ろうね、これ。今ね、作ろうとしてるんだよね、これ。花火用のエフェクトはこれでいいけど、っていうか、その後半3分間にアイテムタイム作ろうと思ってて、アイテムタイム、パチンコ屋さんみたいなさ、北斗の拳みたいなのを作ろうと思ってんの。トゥーントゥーンつって俺がこうぐるぐる回っていって、お茶爆ありがとう、ドド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 、お茶爆100、ドド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 みたいな、そうパチンコの確定演出みたいなのを作ろうと思ってんだよね。そう、それは今やろうと思ってる。うん、そう、北斗の拳のこう格闘画面みたいなさ、で1万円超えたらエンディングが流れるみたいな。キャスおすすめ規制じゃないよ、俺おすすめに載ってないだけだから、過疎だから、ワド監督で検索しないと出てこないね。ワド監督で検索してみて。うん、ワド監督で。あれ？
おすすめ規制変えるのってどうやってやるんだっけ。あれ、おすすめ規制って変わったの？なんか配信ヘルプ画面変わったな。あれ、ヘルプから見たよね。あれ、おすすめ規制ってどうやって見るようになったんだろう。あれ、おすすめ規制ってどうやって確認するんだろう。なんか変わった画面が。お茶爆タイムはね、あの3分間だね。要はこれでもいい仕組みだよ、配信者からすると。なんでかっていうと、あのツイフワッチとかだと花火ありがとう、花火ありがとう、花火ありがとうでトークが途切れるじゃん。だけどツイキャスの場合30分間見てるうちに3分間しかお茶爆投げれないから、要はトークが途切れないの。お茶爆ありがとうっていう時間設けられるし、そのあくまでトークがメインじゃん、配信って。だからすごくいい仕組みだと思うけどね、俺は。あのアイテム投げる時間、要は配信の表現、30分間でいいものをやったら応援しようっていう。で、正直言って30分もね、見れない放送するぐらいだったらさ、あれじゃん、放送になってないわけじゃん。だから俺すごいいい仕組みだなと思ったよ、3分間だけ投げられるっていうのは。おすすめ規制になってないと思うけどな、俺。どうなんだろう。なんかね、おすすめ規制を確認する場所がなくなっちゃったな。どこに行ったんだ。あと、おすすめに乗るのがすごい100人しか乗らなくなっちゃったんだよね。なんだろう、これどっかに乗ってんのかな、おすすめ規制。確認画面がなくなっちゃった。どこだろう、あれ、どこだ。あれ、おすすめ規制ってどうやって確認するんだろう。いや、悪いことしてないけど、昔は確認画面があったの。おすすめ規制確認画面があったんだけど、なくなっちゃったね。自分が規制になってるか規制になってないかっていうさ、うん、どこなんだろう。どうやって確認するんだろう。あれ、確認画面がなくなっちゃったな。おすすめ規制の概念がなくなったのかな。いや、30、そうだし、ぶっちゃけた話すると、あのトークをやってて盛り上がってる時に、そのアイテム花火ありがとうって無視するわけにはいかないじゃん。ありがとう、例えばさ、例えばの話なんだけど、おい、ぶっ殺してやる、やっと会えたな、花火ありがとうとかいうドラマやじゃん。やめろ、撃つな、
撃つな、やめろ、待ってくれ、俺の花火ありがとうっていう映画とか嫌じゃない？俺この感覚なの。なんか言わないわけにもいかないし、言うのも見てる側からするとなえるし、だからそのなんだろう、3分間しか投げられないってことは27分の中で面白いことやろうって気になるから、だからね、あのすごく雑談配信者からするとありがたい。トークが途切れなくて済むから、普通に純粋にトークを楽しめるから。あとそのなんだろう、アイテム投げないとコメントしづらいみたいなのもないしね、うん、俺はいい仕組みだなと思ってる。3分間にアイテム投げる時間を集約するっていうのは、うん、そう、タイミングが悪いし、ただそこで投げるリスナーが悪いと思ってないの。だっていつでも投げたい時に投げるのが普通だし、ただ仕組みとして3分間しか投げられないってなったら、本当に応援してる人はその3分で投げてくれるから、だからなんだろう、トークに専念しやすいっていうのはすごいありがたいかな。表現に専念しやすいっていう、そのだから27分間はさ、無課金でいられるわけじゃん。俺は結構考えてるな、このいい仕組みだなと思ってる俺はね、うん、素晴らしいなって、よく考えて作ってるよね、うん、あと花火投げてっていう風に言うのがメインになるのが嫌だから、そう、無課金で投げられない人もいるわけだから。そう、でも3分間だとね、あの延長代くださいとか、あのね、あのお茶箱お願いしますって言いやすいしね、うん、それはすごくいい仕組みだなとか思った。そんな感じかな。あとそのやっぱり収入が多いから、あの配信者の取り分がすごく多いから、ふわっちで投げたいっていう人が結構増えたかな。花火さんは逆になんか、あのふわっちでもともと活動やってた人なんか、あのツイキャスの方が稼ぎ多いってみんな言ってるもん。今はふわっちより稼げるって言ってる。それはね、閲覧が多いからね。そもそも母体の人数が桁違いに多いから。俺の場合はまだふわっちの方が3倍4倍って人が多いけど、ツイキャスが人増えてきたらね、桁違いに多くなるからね。まあでもふわっちあれだよ、1500万還元やるよ、配信者に。リスワン1位は200万払うってね。これはいい仕組みだなと思ってるけど、配信頑張る人が増えるでしょ。トータル閲覧1位の人には、200万払うって。あ、いい仕組みだなと思ったね。急に大盤振る舞い。あ、だからあれでしょ、あの売り上げを、あの要は儲けた分ね、あの還元しようって考えたんでしょ多分。いや、いいことだと思うよ。だから税金のバランス調整したんでしょ多分。会社は経費で落とせるから、そのばらまく部分は。株主還元みたいな感じでしょ。儲かったから配信者にも還元しますって、年1回大盤振る舞いしますってことだと思うよ。いや、もうでも苦しいのはさ、映画どころじゃなくなってきてるからね。本当に映画の資金も300万貯めないといけないのに、もう3ヶ月ぐらいずっとストップしてるよ、うん、ずっとストップしてる。本当にやばい。映像も作んねえとな。
ああ、ぬんなぎ、久しぶり、こんばんは。ケーキありがとう。ありがとう。お疲れっす。久しぶりだね。1年ぶりぐらい。ツイキャス民になっちゃった。多分ツイキャスに移動した人かなり多いと思うよ。ふわっちの子さんいなくなった人結構多い。悲しいよね。まあしょうがないやな。今年の目標はツイキャスレベル50だから、レベル50になんないとツイキャスでは認められない。レベル50になってからが実力を認められるんだって。だから頑張らないとね、ツイキャス。まだまだ先は長いけど頑張ろう。ツイキャスではドカソ生主とかね、新人だから。新人コンティニューコインありがとう。ふわっちはね、配信サイトの中で、3位だったね。Apple Store ダウンロードランキング。要は売り上げ3位だね、今。アイワード2。インフルエンザはかかってないよ、俺。大丈夫だよ。1位がショールーム、2位が17、3位がふわっち。まあ、ダウンロード数と売り上げは比例するから、今、日本の配信サイトでは売り上げ3位だね。いいと思います。多分でもツイキャスが追い上げる形になると思うけど、今後は。だから7割還元ってことは多分運営取ってないんだよね、ふわっちは。どういう仕組みなのか分かんないけど、キャス派なのでこっちで応援させていただきます。ああ、ぜひぜひ3点セットよろしくお願いします。キャスも同時配信でやってるんでよろしくです。ありがとう。キャスは人数多いよね、本当に。キャス主は桁違いだからな、本当。閲覧1000とか1万とかザラにあるからな。すごいよね。えぐいよな。ああ、コツ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 続けていきましょう。コツ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 。レベルもね、今多分レベル29に上がったから、30までがすごい遠いんだけど、多分閲覧100とかを常時出さないとね、レベル30にならない。あ、3点セットしてくれる。ありがとう。うん。あ、サブアカなんだ、それ。なんで本アカで来ないの？なんでサブアカなの？コンティニューコインありがとうね。サンキュー。コンティニューコインサンキュー。ケーキありがとう。
マジックポイントがどんどん上がっていってるね。このマジックポイントが高くなれば高くなるほどおすすめに乗りやすいから、実はアイテム、金銭的な理由だけじゃなくて広告効果があるのね。初見さんが集まりやすい。いい仕組みだと思う。バランス取れてるよね。ああ、メイミーさん、お疲れ様です。ありがとうございます。よかったね、生きててね。よかった、よかった。早く元気になってもらいたいな。彼女はね、最近全然俺の家来てないっすね。明日会えるから楽しみなんだよね。明日のんちゃん来るって。もう、先月なんか3回しか来なかったから。付き合って初めてだよ。俺が寂しくなっちゃったよ。普段はのんちゃんが寂しがり屋なのに、のんちゃんが家来なくなったから俺がしょぼーんってしてる最近は。 のんちゃんがね、絵を描き始めたんですよ。もともと画家で、のんちゃんは。また最近絵を部屋の中、自分の部屋でアトリエで描いてるから、絵に夢中らしいよ。あ、ていうか髪の毛染めたかったんだ。何色にしようかな。何がいいかな。真っ白にしようかな。レッドもう飽きたかな、ちょっと。何色がいいっすかね、髪の毛の色。真っ白にしようかなとか思ってんだよね。真っ白。シルバー。うん。シルバー良くないっすか。ありがとう。緑。緑はね、あんま似合わない。俺、緑のモヒカンだったんだよ、昔。緑はいいや。いや、寂しいよ。 うん、大好きだから、のんちゃん。寂しい。まあ、毎日会うのもお互いの生活があるから、まあ、なんだろう、1週間に1回は最低でも会いたいよね。うん。寂しがり屋だから、意外と。最低でも1週間に1回。シルバー、ブルーか。ブルーか。ブルーか。ブルー行ってみる。ブルーあるのかな。ブルーは考えてなかった。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ブルーあるかな。ちょっと待って。ブルーか。ブルーいいかもね。ちょっと待って。ブルーあるかな。ブルーは確かに考えてなかったね。ちょっと待って。あれ？電話だ。金前さん急にかけてくっかんな。あれ？出ないな。え、なんで出ないの？すぐ折り返したんだけど。あれ、金梅さん電話出ないな。
なんだろう。はい、空の助、お疲れ。お疲れ。ブルーか。ちょっと待ってね。ブルー検索するわ。あるじゃん。ブルーいいんじゃね？ブルーどうかな。俺はストロベリーレッドっていうこれを使ってるんだよ。ピンクもありかな。で、マリンブルーっていうのがあるけど。これいいんじゃない？マリンブルー。どうかな？ホワイトもあるよ。ホワイトも。何色にしようかな。え、みんな何色がいい？ブルーかっこよくない？これ。マリンブルー。ミックスもできるんだ。マリンブルーかっこいいね、これ。緑もあるね。こん中だったらみんなどの色がいい？こん中で言ったら。俺が使ってんのストロベリーレッドなのね。これなのね。どれがいいかな。ピンクもかっこいいけどね。何色がいいかな。マリンブルーありだな。ブルーかっこいいね。何がいいかな。ブルーかっこいいね。ブルーか。青系染めたことないけど。やる？ブルー。ブルーいいね。いや、考えてなかったわ、ブルー。このブルーの色良くない？グリーンもこれ、エメラルドグリーンだから、これもかっこいいけどね。え、この中で言ったらブルーがいいよね。白もありかなとか思ったけど。行く？ブルー。紫はなんかおばちゃんみたいになるもんな。ブルーいいな。ブルーにする？白とブルー混ぜたらどうなるんだろう。白とブルー、なんかカラーチャートがあって、端っこにここに配合したらこうなりますよっていうのがあって、ここブルーと白混ぜても汚くなるだけじゃないの。薄まるだけだから。この発色良くない？ブルーに白を混ぜるとこれになるんだ。この色だって。だったらこっちと変わんないじゃん。ブルーだけでよくない？配合もできるんだ。いや、ブルーだけでいいでしょ。マリンブルーだけでいいでしょ。え、ブルーにする？テーマカラーじゃないけど。スカイブルーでいいよね。ブルーにしようか。え、早速髪の毛染める？今からやる？今から染める？髪の毛。24時間やってるところで、売ってるから、ヘアカラー。染める配信やる？いや、これはね、抜けない。なかなか抜けない。ブルーにすっか、じゃあ。金髪にとりあえず今日しない。どう？今日金髪に。買いに行く？買いに行く？じゃあ、ツイキャスでやろうか。携帯配信に切り替える？どうしよう。ツイキャスでやってもいいですか？ツイキャス集合で。抜けない。全然抜けない。俺が使ってるメーカーは。髪の毛染める配信やろうか。みんな俺のツイキャス知ってる？ツイキャス、和戸監督で検索したら出てくるから。
じゃあツイキャスで集合で皆さんお願いします。今から薬剤買ってこよう。そうしよう。善は急げだ。辰彦生きてた、生きてた、大丈夫だったよ。九州ダンディさん生きてた。ツイキャス、ツイキャスね、和戸監督で検索してください。ツイキャスでやろう。ツイキャスでね、ひらがなで和戸、漢字で監督、和戸監督で検索して、これと同じ小手半、俺のアカウント全部和戸監督で出てくるから、ツイキャスで和戸監督って検索すると出てくるよ。あー、コインテニューコインバカありがとう。じゃあ今携帯配信に切り替えるんで、皆さんありがとうございました。アイテムもたくさんありがとう。じゃあエンディングソング流します。みんなありがとうね、来てくれて。エンディングソング流します。あ、ちょっと待って、金梅さんから電話かかってきた。待って、もしもし、もしもし、ガドー君。あ、和道です。ガじゃないです。ガドー君じゃなくて、いや、和道です。和道、ちょっと前まで名前変えてたでしょ、ガドーに。いや、あれで和道って読むんです。あ、そうなの。はい。で、和道君、はい、指輪はどうなってんの。え、マジの話言っていいですか。マジの話、マジのやつ作った方がいいですか。いや、もうね、朝日奈さんと別れちゃったから、はい、そうですよね。なんか、金梅さんのハエのマークあるじゃないですか、あれを立体にしてちょこんとしたリングは技術的には作れるって言ってましたよ、クリエイターさんが。そうなの。あれ、だからちっちゃいの埋め込めれるの。埋め込むっていうか、平打ちっていう普通の丸いリングあるじゃないですか、ブライダルリングみたいな、あれにちょこんとハエが乗っかってる感じですね。小さいハエが乗っかってる。そうなの、作れるんだ。うわ、作れるみたいですね。ちょっと大変らしいんですけど、ハエを作るのが。まあでも、リングの話は、はい、まあ終わったからいいけど、はい、バブーちゃんはどうなってるの今。いや、なんか自殺するするって言って、なんかすごいことになってるらしいですよ。なんか減らってるみたいですね。和道くん、あれでしょ、電話とかしてんでしょ。いや、電話も出ないんすよ。でも出ないの、もう便所のもう出ないの。昨日便所さんの電話出たみたいですね、昨日は。今日良かったよ、放送見てたけど。はい、1万人。いや、さっきぶったたかれました。なんか便乗とか売名とか、辰彦を追い詰めたとか、なんかすげえ、なんかお前は売名にしに行ったんだろうとか言って、すげえ200人で狐にぶったたかれましたよ、僕。マジで。なんなんだよ、とか。違うよね。普通に心配していくわいって言うわけじゃん。はい。しかも僕、配信切って行ったんすよ。荒野のね、荒野の二の舞みたいなの。出てきたら困るしね。いや、そうそうっす。ロハコさんも亡くなったし、今日ね、そう、配信外で行けクズがとか言ってすげえ叩かれました。はい、まあ、あれ誤算だよね。でも あんなのさ、はい、便所の枠でやってたらさ、はい、普通に2500人ぐらいで、はい、後ろめかなぐらいで思うじゃん。そうっすね。1万人行けましたかね。1万超えてたもんね。いや、僕知らなかったんですよ、それも。自爆やってて、途中で切って、目悪いから後ろの席座ってたんで、閲覧多分2000人ぐらいなんだろうと思って、後から聞いたら1万人超えてたよって言われて、えとか思って。だからそれでさ、便乗とか売名とか言われたらたまったもんじゃない。いや、知らなかったっすもん、僕。知らないよ。便乗もクソもないよっていう。携帯の数字なんか見えねえよ、とか思って。はい。いや、もう災難でしたよ。ぶったたかれてますよ、なんか。偽善者とか言われて。そこは分かる、その苦悩。はい。いや、めっちゃ、しかも関係ないのに詐欺師とか言われて。それ今関係ねえだろうとか思って。それは昔の話じゃんっていうね。そうっすよ。しかもなんかドアノブ、ドアノブとか言われてんすよ、今。すげえ頭きますよ。わざとまだ付き合ってんの、彼女は。あ、可愛い彼女と付き合ってますよ、めちゃくちゃ美人の彼女と。うん、はい。どう、和道くんさ、新年会やるけ
いや、来るじゃなくて、この前、さすがメンバー入ってたっけ？ひどくないっすか、ちょっと。しかも僕、それ言われるの3回目なんですけど。ちょっと勘弁してください。僕、ヤマトさんと連絡取り合ってて、日付も、来るの、なんすかそれ、ひどくないっすか。僕、はい、行きますよ。メンツで入ってたな。ね、やめてくださいよ。なんすか、なんか、ところでみたいな感じで。お前なんか、影が薄いから忘れてたよ。やめてくださいよ、ほんとに。言っていいことと悪いことがあるじゃないですか。なんすか、影が薄いって。金梅さん、言いすぎですよ。なさすぎるから。いや、なんすか、ほんとに。やめてくださいよ。そういう、金梅さんがそういうこと言うと、そういうイメージがつくんすよ。影響力あるんだから、銀梅さん。ごめんねってなんすか、ほんと。ひどっ。で、本題に入るけど、はい。バブーちゃんの LINE を教えてもらえてんの？バブー達彦の LINE を教えればいいんすか？うん。あ、了解です。じゃあ今メールで送りますね。うん。はい。今から送っててもらえず。了解です。今メールで送ります。LINE で。はい。ありがとうね。はい。失礼します。ひどひどくねえかこの人。俺誘われてるっつーの、前から3回誘われてるからね。しかもところで来る連絡先、あれどうやってやんだ、あれこれか、あれ達彦、達彦、おい、あれ完了かな、あれ今遅れたのかな、送った、 OK。 いやまあ確かに金梅さんから言われたら影薄いかもしれないけど影薄いから気づかなかったわ。ちょっと言い過ぎだよ。はい、ということで皆さんありがとうございました。ちょっと僕はですね、ツイキャスで今から髪の毛を染める配信をやります。もしね、気になる人とか遊びに来てくれると嬉しいので、ツイキャスの名前も和戸監督でやってます。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。それじゃあエンディングソングです。面白かったなとか思った人はアイテムいただけると嬉しいです。それじゃあ皆さんお疲れ様です。ツイキャスで会いましょう。ありがとうございました。Stand by me.